とわしらに黙ってフラフラし言うのも今回限りじゃ。すまんの、女はやっぱり地球のんが好きじゃき。ふぐり腐らせて死ね。自分の上司が偉いことになってんのに、なんでそんなに落ち着いてんの。勝手なことばかりしちょるからこんなことになるんじゃ。スナムシよ、そのもじゃもじゃやっちゃって、特に股間を重点的に。何、何の恨みがあんの。だといえば地球に着くなりフラッと外に出てったきり行方不明じゃ。おまんなんとかするぜよ。なんとかって同情か、慰めてほしいのか、優しい言葉をかけてほしいのか。違うよ銀ちゃん、罵倒よ。汚い言葉を浴びせかけてもらいたいあるよきっと。あ、そうそう、それとん、お困った時はこれを使うぜよ。でもって頭見つけたらまずはふぐり蹴っ飛ばしといてくれ。海援隊長、海援と申します。よろしくお願いします。みんなのアホが合わさった。よけた、奇跡の名刺交換で間一髪かわした。この非常時に何名刺交換なんてしてんの、このロボ。海援は対巨人用の商いを目的として作られたロボじゃ。基本商いしかできん。そんなんでどうやって戦うつんですか。ということを思い知らせてやる。行くぞカグラ。おう、ムチ。何情けないこと言ってるあるか。男っちゅうは追い詰められるとすぐに腰砕けになっていかんきに。誰の腰が砕けてんだ。お前、俺の腰使い見たことあんのか。恥骨砕いてやるか。何の話をしちゅう。そして蓮舫の死を守るにはもはやこの手しかない。なんじゃ、合流して子作りか。おまんと合体なんぞごめんこむるぜよ。惜しいの。合体して子作りじゃのて、合体してロボットになるのは正解じゃ。小戦隊って何、なんで小戦が合体ロボになってんの。あんたら一体どんな少年。宇宙での商いは規格外じゃ。どこぞの巨大星人と商売することもあるやもと、改造しちょって正解だった。規格外っつうか、違う意味で規格ずれてっけど。わしの可愛い海輪丸に何をしゅうがか。船長を差し置き船を勝手にいじくり回しよって、こんな揺れが強そうなもん。銀河中のキャバクラをはしごし、毒に船にも帰ってこんやつを船長とは言わん、プロデューサーという。あっ、艦長もご運を祈っております。なんか坂本さん差し置いて艦長呼ばれてっけど。じゃあわしらも行くぞ。あっ、な、な、何。ああなたたちは。久しぶりじゃの。元気にしちょったがか。貴様こそしばらく会わんうちに立派になって。それ違う、どこの原始人の挨拶。てめえら本当に親友か。こんなところでアホを相手にしても拉致があかん。まずは船に乗れ。お前ら宇宙に用があるんじゃろ。はい、宇宙人なら DVD 絶賛発売する。もう人のことはええ言うちょるだろうが。よし、わかった、商談成立じゃき。へっ、坂本大丈夫なのか。一体奴は何者じゃ。何も心配はいらん。お互い腹の中は見せ合ったきに。いや、腹の中ぶちまけたのはお前だけじゃき。カードも見せてくれたがよ。これは地球に罰がついちゃうぞ。おそらく地球に何らかの危機が迫っとることを察しとるんじゃろう。それでその危機から地球を守りたいらしい。そうなのか。守るというより別のことをしようとしとるように見えるんじゃが。そのためにまずは彼のペットを地球場を送り番犬にしたいようじゃ。番犬というより人に襲いかかっているように見えるんじゃが。散歩中で飼い主もペットもはしゃいどるんじゃろう。わしゃまっこと感動したぜよ。涙が止まらんもん。それ涙じゃなか。おが何してくれてんですか。地球侵略に来たスパイを自ら招き入れるなんて。キャバクラついでに地球滅ぼしかけてんだろうが。いろいろヒントくれてたじゃん。そこかしこに気づくポイント転がってたじゃん。つうかムツさん、いつまで蹴ってんの。どこ蹴ってんの。来るところから始まる。船酔いで始まって船酔いで終わってたよ。宇宙から地球に股間を返して病原菌を運ぶのがこいつの仕事じゃからな。ムツぶっ殺すぞ。